買うご飯、これは先に行うこと。買う、ああ、そうですか。
買ってから授業するのか。でしょ、うん、買ってから授業するね。で、買ってから、そうそうそう、そうそう、買ってから授業する。で、買ってから授業する。もう一つの伝言を作って、あの、ご飯を食べる前に手を洗う。洗う。洗う。だから、ご飯を食べる前に手を洗う。さっき、手を洗う、ご飯。手を洗うのが1でとも2ですか？ご飯を食べる前に手を洗う。途中から言ったら、構造的にはご飯食べる前に手を洗う。ほんで、手を洗ってからご飯を食べる。めちゃこちになったか。あれか。でね、問題のは、こう言いが2つあります。こう言いが2つあるね。どっちが先？どっちが先？さっきなら1。うん、次なら2。で、ご飯を食べると、手を洗うのは。ご飯食べる前に、うん。ご飯食べる前に手を洗うってことは、絶対に手を洗うのが欲しいので、ご飯を食べる。なんでしょ？そうそうそう。で、釣りを行く前に、釣りを行く前に、ご飯を買うから、ご飯を買うが後だ。そう。こっちが釣りだ。そう。あー、全く逆になるんだね。逆。それは、あの、前という表現は、文の前に置いてる前ね。うん、で、文の中に置いたら、真正真逆。でしょ、うん、文の前に H2 で H1。で、文の真ん中に置いたら、S1 から H2。順番並べる。これでしょ、はい。見てた。これかな。この文法はちょっと難しい。うん、これ、ここに突きを置くパターンは、これ、行動、こっちだよね。だから、一番目の、ご飯買う。うん、そうすると、ご飯買って、上に突き、上に釣りをする。うん、これは、どっちがいいんですか？これでもいいわけでしょ？突き。どっちでもいいですよ。どっちでも正しい。ただ、公演の順番。気をつけなきゃいけない。これ逆だもんね。あ、うん、一緒だ。逆。これ S2 から S1、うん、中期は分の前に置いてるから、うん、でも、あ、これが真ん中の方だと逆になるんだ。これで見てたら OK。 あー、まあ、これ先生ちょっと入れてるかな。サコミカッカッて言うの。これ最後は、あの、分のこれなんか、よくわかるかね。自分はわかる、ところを書いてあるから、ね、まあ、いいと思う。うん、私が書いたものを全く同じ、同じに書かなくていい。これ、いよいよ先生の感じ。S2 はコード2ですね。うん、1はコード1ですね。Thank you.
変動をまた練習してください。はい、これ一番ですね。これを書いておいて、H2H1、H2H2、これですね。リュクでしょ。リュクか。
また